松戸屋の浅草の少年。今日は銀座にお出かけかい？うん。誰？どうでもいいけれど、あの雨の幅切りがずいぶん丸くなってしまったもんだね。すっかり人間の子供に感化されて、覇気も何もない生蔵そのものだ。情けない。悪く言うようなら何かな自分の耳にでも手を突っ込んで私を引っ張り出すかい？案外うまくいくかもね。ああ、その怒りの感情実にいいよ。ところで、あっちにある大きな建物は何だい？行ってみたい、行ってみたい。よかった。というかちょっと怖かった。人の怨念は凄まじいね。あんなの全部作り物じゃないか。大したことはなかったね。大体死んだ後も未練たらたらで男に取りつくなんて理解できないよ。何？今日は楽しかったよ。これまで悠久の時を生きてきた私だけれど、この頃は一刻を惜しみながら過ごしている気がする。そんな風に変えてくれたのは、もしかしたら君なのかもしれないね。あー、聞いてられないね。全身が痒くなるようなたわごとだ。ぬるま湯すぎて魂ごとふやけてしまいそうだよ。あ、隊長様、お戻りになられましたか。ええ、緊急の討伐命令です。ちょうどいい。そういうことなら私も一緒に行くよ。お戻りになったばかりで申し訳ないのですが、場所は雑司ヶ谷の